今回の福岡再発見は天神ビッグバン総集編2023年第1弾をお送りいたします。お楽しみに。まずはこちらのリニューアルオープンからどうぞ。福岡市の天神地区に4月28日金曜日生まれ変わった新しい商業施設が誕生しました。全面リニューアルが行われたミーナ天神、天神ビッグバンに基づく大規模な再開発で天神コアやビブレ、イムズが閉館して、商業ゾーンはこれまで以上に南側に集中し、ミーナ天神はちょっと離れた場所にあります。今後10年ほどの間に隣の福岡中央郵便局や地下や連絡通路でつながるイオンショッパーズ福岡も建て替えられることになっています。ミーナ天神は1階から3階までの壁面がガラス張りの都会的な雰囲気に変わりましたが、その他は以前の建物を生かしています。屋内は全面リニューアル、総売り場面積が2万2000平方メートルを超える大型商業施設になりました。地下1階から8階まで32店舗が出店し、九州最大規模や福岡初出店などのテナントも14店舗オープンしました。1階と2階にはユニクロが出店、商品数、売り場面積とも九州最大です。ユニクロの上のフロアには姉妹ブランドの GU も九州最大規模で出店します。大型再開発が続く天神地区で天神北のエリアを盛り上げる起爆剤になることが期待されています。このチャンネルがいいねと思った方、いいねボタンをよろしくお願いします。それからチャンネル登録していただけると嬉しいです。スタッフのモチベーションアップにもつながり、大変嬉しいので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。さて次は、福岡市地下鉄七隈線の話題です。延伸開業はしたものの、課題は山積しているようです。天神南から伸びたレールが博多までつながった福岡市の地下鉄七隈線。延伸されたのは櫛田神社前駅を間に挟む天神南と博多の間の 1.6km、 総事業費587億円が投じられました。延伸開業から1ヶ月以上経ちました。七隈線の乗客はどのくらい増えたのでしょうか。福岡市によるとこの1ヶ月間で以前と比べて乗客率は 150% とかなりの増加を記録しています。おおむね順調のようですね。七隈線の沿線ではその経済効果が見え始めているようです。櫛田神社前駅付近のホテルでは外国人観光客などの注目が集まり、予約が順調に伸びているようです。一方で七隈線の延伸開業によってマイナスの影響が出ているところもあるそうです。それは七隈線沿線を走っている西鉄の路線バスです。博多駅から六本松駅、この間では乗客数が 15% から 20% 程度落ちているという状況です。こちら天神地下街です。地下鉄の
延伸によってですね、地下街の人通りが少なくなるのではないかという予想もされていましたが、現在のところいろいろな調査機関によれば、そんなにですね、人通りの方は減っていないということです。天神地下街を利用する乗り継ぎのお客さんは1日平均で1万6000人以上いました。繰り返しになりますが、七隈線の延伸開業で乗り換える必要がなくなり、人通りが減ってしまうという恐れがあったのですが、今のところデータとしては影響がなさそうです。しかし大きな問題としてクローズアップされているのは午前と午後のラッシュ時の混雑です。そしてこの混雑の要因の一つとして挙げられているのが車両の大きさの問題です。同じ福岡市の地下鉄空港線と箱崎線は定員が1編成で844人、一方の七隈線はいわゆるミニ車両と呼ばれて定員が同じく1編成で378人。空港線箱崎線の輸送力と比べて半分以下の能力しかありません。その輸送力の差は一体どこから来るのでしょうか。実は大元の原因はトンネルの断面積にあります。空港線が直径 6.1 メートルに対し、七隈線は 4.7 メートル、断面積は4割減となります。そうすることによって1キロあたりの土木工事費は推定ではありますが、空港線の約370億円に対して七隈線の延伸はおよそ220億円となり、4割のコストカットが図られたようです。トンネルの断面積を小さくすることで地下鉄の工事費用を大きく抑えられたというメリットの一方で、車両も小さくなってしまいました。そのために七隈線では今の通勤地獄が発生していると言えるのではないでしょうか。根本的な解決策としては七隈線の車両の増発を行うことですが、現在福岡市はラッシュ時には保有する車両のほとんどをすでに投入していて、今後すぐに増便するのは難しい状況とのこと。福岡再発見、今回は地下鉄七隈線についてお送りしました。皆さんからのメッセージをお待ちしています。このチャンネルがいいねと思った方、いいねボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それからチャンネル登録していただけるとスタッフも喜び、モチベーションもアップにつながり、とっても嬉しいのでよろしくお願いします。それでは次回再発見でお会いしましょう。福岡再発見、天神ビッグバン。地下鉄七隈線に続いての話題は天神ビッグバン1丁目1番地旧福ビル天神コアの現在の様子はどうなっているのでしょうか。天神ビッグバンは福岡市の中心地である天神地区を大変身させる、まさに大爆発的な再開発プロジェクトです。このチャンネルでは定点観測で福岡ビル天神コア跡地、イムズ跡地の進行状況をお伝えしています。パルコですが、パルコもですね、天神ビッグバン新店長との複合施設ということで方針が固まりつつあります。さあ、こちらのパルコ前からまた出発します。パルコと新店町商店街との再開発については、2022年におおよその案が発表されました。その詳しい内容はこちらの動画でまとめていますので、クリックしてください。1丁目1番地の福ビルの建設が進んでいます。ご覧のように、ビルの 2,3 階部分まで鉄筋が組み立てられているんでしょうか。この写真のビルは福岡ビルと呼ばれて、この場所にあったビルです。地元では福ビルとも呼ばれていました。西日本鉄道西鉄が所有し、
西鉄の本社が入居していました。再開発のため2019年3月末をもって閉館し、ビルは解体されていました。いつものですねパターンで来ております。この前まではですね鉄筋が見えていませんでしたが、ご覧のように太い鉄骨が見えますね。鉄骨が見えます。そして白いですね塀によって中が見ることができなくなっていますね。このような形になっています。さあこのカメラでちょっと中を無理やり覗いてみます。2025年春に開業予定の新福岡ビルについては、こちらも別の動画でどのような建物が建設されるか詳しくお伝えしていますので、コメント欄でクリックお確かめください。新福岡ビルを簡単に説明しますと、福岡ビル天神コア天神ビブレの跡地で西日本鉄道が進める福ビル街区建て替えプロジェクト。天神を南北に貫く渡辺通りと東西に走る明治通りの交差点に位置し、創造交差点をコンセプトにしたオフィス、商業、ホテルなどの複合ビルを建設。外観は日本の伝統的な格子柄をイメージしたフレームデザインなどを採用するとしています。だんだん鉄筋がですね見上げるような形になります。ちょっと離れて見てみましょう。通りを挟んでみますとこのような状態です。通りを挟んで、見ますとですね、ここに昔はドーンと、天神コアがあったと思います。ここにドーンと天神コアがあったと思われる場所です。信号が青になりました。以前はですねこの信号を、横断歩道を渡っていくとドーンと天神コアが、そばにですね上にそびえ立つ形でしたね。一応建設予定図を見てみますとこういう形になります。創造交差点2024年度完成。今現在はこのような状態です。それではイムズの跡地に。イムズについても建設予定の新ビルについては動画を詳しくまとめていますので説明欄をご覧ください。
イムズ跡に建設される予定のビルは2026年3月完成予定です。こちらのビルも簡単に説明しますと、商業ビルイムズ跡で三菱地所が複合ビルを建設、商業地下2階から地上2階、ホテルが1階から3階、16階から20階、オフィスは3階から5階、7階から15階などで構成。建物の外装は九州産の木材パネルや植木を配置したデザインとするということです。こういう状態ですね。MMT 福岡市役所北別館跡の新ビルは2026年6月に完成予定です。純駆動があったビルがもうなくなってますね。そして右がビブレでした。このような形ですね。メディアモール天神と福岡市役所北別館跡で福岡地所などが進める北別館跡地活用事業、地下2階から地上5階に吹き抜け空間を設け、6階から18階がオフィスです。約820人を3日間受け入れる帰宅困難者ステーションを設置するそうです。お店があった通りですが、現在はこのような状況です。スタバとかもあった記憶があるんですが、
着実にスクビル跡の新ビル建設が進んでいます。鉄骨の太さがですね、ものすごい太い巨大ビルっていうのが分かりますよね。本当にすごいビルが建とうとしていますね。天神ビッグバン、定点観測で同じルートを何回も歩いておりますが、鉄骨がですね、次第に見えてきました。鉄骨がですね、5月上旬ですが、4月と比べて姿をですね、はっきりと見せ始めています。そして通り、ナンバーワーゲートの通りなんですが、このような、防護ですか、よく分かりませんが、屋根付きのなんか通路になっていますね。いかがだったでしょうか。規制緩和などによってビルの建て替えを後押しし、新たな空間と雇用を創出するのが目的の天神ビッグバン。世界各国から多くの人が訪れる観光地としても栄え、日本を代表する都市として魅力をさらに開花させる一大プロジェクトです。今回はその計画の一丁目一番地、旧天神コア跡地の現在の様子などを見てきました。地上はこのように激しく変化していますが、今回の舞台となった天神コア跡地の真下、天神地下街の変化も次のコーナーで見てみましょう。天神ビッグバン、天神地下街2023年第1号をお送りします。福岡市中央区天神にある天神地下街。この地下街は日本で最も有名な地下街の一つで、九州最大の繁華街の一部です。開業は1976年で、店舗数はおよそ150。南北方向に長さ590メートル、東西方向に幅46メートル、
面積は約5万3300平方メートルです。地下2階には421台収容できる駐車場があります。意外と階段が急ですね。天神地下街に入ってきました。西一番街のところですね。ここは天神地下街は地下鉄天神駅から福岡空港まで約11分、 JR 博多駅まで6分というアクセスの良さで評価が高く、2005年には新天神地下街が地下鉄七隈線天神南駅に接続し、南に延伸しました。建設当時、広告代理店の関係者がヨーロッパに視察に行き、独自に計画から設計まで手掛けたと言われています。天神地下街の愛称は天地下で、キャッチフレーズはライフクオリティとなっています。今回このチャンネルで2023年天神地下街の今第1号を作成しました。天神地下街に2023年新たな店舗が仲間に加わりました。こちらの店舗はその都度詳しくご紹介します。ただし前回の動画で字幕が多く、もう少しお店の様子が見たいというご意見をいただきました。今回はコメントや字幕をなるべく使用せずに、店舗を散歩感覚で見ていただけるようにしています。詳しい内容が気になる方は以前にご紹介した動画をご覧ください。それでは天神地下街、じっくりご覧ください。まず東一番街から歩いていきます。こちらのお店、以前なかったお店ですよね。洋服のバッグ、洋服バッグお直しというお店みたいです。っていうのは珍しいですね。石文館です。変わりますね。天地下の案内所です。ちょっと一周だけ回ってみましょうか。地下鉄天神駅があります。
ですよ。こちらのお店も新しいような気がします。お店も見かけませんね。観光客の皆さんですね。韓国の方みたいですね。ドラッグストアです。今大人気のこの方がポスターで飾られています。午前10時、平日の人通り、こういう形です。サンドのお店ですかね。プレスバターサンドギャラリー九州の天神だけ、なんか美味しそうなのか。こういうお店です。あ、ごめんなさい。
イベントを天神商店街ではなくイベントを地下街ではやってるようです。男性用のカバンのお店です。あ、こんな感じですね。東9番街です。新しいお店でしょうか。男性用のスーツのお店もありますね。こういうお店もできています。糸キングができています。午前10時半の平日の人通りです。天神地下街12番街南広場にやってきました。天神地下街東1番街から東12番街までご覧いただきました。ここで再び1番街から12番街まで写真で振り返ってみましょう。それではご覧ください。
地下街東一番街から東十二番街まで写真でご覧いただきました。さて今からのお時間は天神地下街西十二番街から一番街に向けて進みます。天神地下街は1番街から12番街までに分かれており、リニューアルしたのは3月27日に延伸開業する地下鉄七隈線の天神南駅に隣接する南エリアです。リニューアルのキャッチコピーは天地下においしいがやってくる。南エリアには気軽にテイクアウトできるスイーツの専門店など、さまざまなライフスタイル、ニーズに沿ったテナントが、これまでの5店舗から11店舗に倍増しました。4月26日にスターバックスがオープンするみたいですね。九州最大の繁華街、天神には全長約590メートルに及ぶ地下街があります。この地下街は1番街から12番街まであり、ファッション、グルメ、書籍など様々なジャンルのお店が150店舗以上集まっています。この地下街は19世紀ヨーロッパをイメージして作られ、石畳の床や唐草模様の天井など斬新でありながら落ち着いた雰囲気を演出しています。また交通アクセスも抜群で、地下鉄の天神駅や天神南駅と直結しているため、雨の日や暑い日でも快適に移動できます。さらに西鉄福岡駅や西鉄天神バスセンターにも簡単にアクセスができるため、とても便利です。地下街のお店には地元の人たちから観光客まで幅広い人たちが訪れ、にぎわいを見せています。こちらおしゃれな時計屋さんができています。10時半を過ぎると人通りがちょっと多くなってきましたね。
ちらがトイレがあります。リンツです。新しいお店ですかね。ぶどうの種。天神地下店にお越しくださいましてありがとうございます。お客様にご案内いたします。4月24日にグループスロープサイトが11番台に利用いたしております。首都圏を中心に全国約63人に展開するグループスロープサイトでは、手間暇かけて作ったサブのスープをご提供いたします。どうぞ皆様11番街スープストック東京へお越しくださいませ。新しい店ですね。チケットショップがありますね。こちらチケットショップです。
スタート地点天神地下街西十二番街から一番街までご覧いただきました。こちらも静止画でまとめていますのでご覧ください。
天神地下街西12番街から1番街までご覧いただきました。今回の動画いかがだったでしょうか。前回の動画が字幕が多く、もう少しお店の様子を見たいということでパターンを変えてみました。さて今回の天神ビッグバン2023年総集編第1弾いかがでしたか。できれば3ヶ月に1本の割合で総集編をお届けできればと思っています。見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。